あれ今日なんか MG さんに呼ばれて RDC の裏に来てるんですけど、あ、来た。いつもいつも元気なかまどさん。おはようございます。おはよう。ビシキマ。今日なんかあれですね、テンション高いですね。当たり前でしょ、今日ポーポーだから。ポーポー、ポーポー。あ、美味しいですよね。作るんすか。あれじゃないな。あれじゃない。はい、お笑いポーポーや。あ、そっちのポーポーっすか。俺があの小学校から中学校高校までにかけてもう伝説番組ね。そうっすよね。当時のお笑いポーポーの、以前対談したしんちゃん、はい、はいはい、とあと一人お笑いポーポーの女性で、はい、メチョッパに似てる人がいるでしょ。メチョッパ、あ、ミチョッパ、ミチョッパリハモンスよ。そんな人いました。もう気な正直がもうびっくりしてたったら。マジか。もうジョコンですか、ジョコンですかみたいな。そんな人、相当痩せてんだよ。痩せてる。相当痩せてんだ。なんか表現が矛盾してますけど。もう可愛い。あのメンバーと一緒に YouTube じゃなく、はい、RBC のアイラジオで今回ドーン。裏なんで分からない。裏なんで分からないですけど。なんと夢が叶いました。お、夢だった。すごいことなんだよ今日は。だからこれ夢の第一歩。記念にもしたくて YouTube 撮ってんだよ。ああ、ね、しかも聞いてほしいこのラジオ。はい、そうですね。うん。みんなに聞いてほしいですね。絶賛毎週日曜日夕方5時から5時半までの30分。はい、命がけラジオ。命がけラジオですか。命がけラジオということで、本日はラジオ収録。はい、デジテンションだけ。内地の人は、はいはい、あのラジコっていうのでも見れるらしい。あ、そうっすよね、うん、見れるっていうか聞ける。そういいっすね。じゃあ県外のリスナーさんも聞いてほしいっすね。当たり前だ。なんか様子がおかしい。知ってる。委員長が急に極道みたいな。サインはいいよ、撮るな。カメラ止めろ、カメラ止めろ。芸能人道、人と人道。ということで、はい、RBC だよ、見て、ドーン。すごいでしょ。カメラ入っていいのかわからんけど、入りましょうと。大丈夫ですか。あ、レッツゴー。はい、行きましょう。待ってるはずだから。はい、サイン。さあ、見て、第1、第5スタジオ。おお、すげえ。なんかもう、あれだな、病院のレントゲン室みたいな感じで。そうっすね。こっちで撮影するから。おお、ね、見てみましょう。なんか緊張します。緊張してきたな。初めて RBC 入りました。すごいでしょ。はい、ね、やっぱり大きいラジオ結構違うな。なんかレントゲン室みたいですね。はい。お、おーっす。あ、すいません、区長、すいません。朝5時に来てから5時半に1回帰ってからまた6時に来てから今、あんなに早く来たんですか。出した走朝来てからここカンカン拾ってからや。またカンカン捨てに行ってからや。また拾ってきてからや。ほら、あいさに。おはようございます。初めてだな。はい、初めまして。いい男で。いやいやいや、パンチパーマが決まってすごいよ。具志堅用高かたっちゃんかぐらい。そうそう。オールバックデージや。よろしくお願いします。意識目なんですよ。この前の台風でか。僕ですか。これはい、撮影の時台風来るのバーンみたいな。はい、ということで、はいはいはい、しんちゃんと、うん、なんと今回ラジオ、はい、スタートなんですよ。はいはい、そして、すでにもう知ってるけど、知ってますけど、はい、どうも、おはようございます。どうも、どうも、みちょぱです。どうも、みちょぱ、みちょぱです。どうも、どうも、みちょぱです。ちょっと待って、ちょっと待って。だが上沼恵美子よ。ごめんなさい、上沼恵美子です。今日から一緒っていうことで。待って、OK。 今この上沼さんが言ってて、私、酸欠状態なんだ。そうそうそう。二酸化炭素発汗器や。ごめんなさいね、ごめんなさい。今日から一緒って。あと、ここら辺の空気全部吸い過ぎよ、本当に。あ、吸い過ぎに注意しましょう。はい、わかります。空気は二十歳になってから、あんたは。もう楽しみにして
してるよ、今日から。ということでね、もう、はいはいはい、侍が声かけて、うんうん、この人とやりたいっていうことで、うん、電話して、もう直接、俺はもうこの人、もうオファーするの大変だよって言って、デージだよって言ったら、そうですよね、いいよって言今、空いてます。今空いてます。オッケー。偶然空いてます。偶然ね。これから偶然毎週収録が合うっていうことで、偶然空いてるわけよ。すごいな。収録の日ね。素晴らしい。じゃあまずは相撲を取ってもらいましょう。西田さん、お前がしな。お前め。いや。高校が始まってる。高校が。平さんややっぱりや。でも楽しみだね。はい。侍さんね。泉さん、このラジオは聞いてもらったことある？だけ。聞いてないかい。また一回も聞いたことないよ。喋ってるからな。一回で相当な、まあね、睡眠学習してね。睡眠学習した。眠ってね、私いろいろイメージしてきたよ。もう痩せる思い。痩せるけど思いって。もう本当に入ってきた時ジュゴンかなと思ったよな。ジュゴンやばい。そうあのジュゴンね、豚鼻ね、ジュゴン豚鼻で。おい。それではここで一曲、ここでジュゴンの歌。いつだから終わるのこれ。ジュゴンのことはジュゴンで考えなさい。分からんのや。天才ですね。でもこの3人で、はい、日曜日の午後5時から5時から5時半まで5時半までやりますので、はい、もう、はい、強力な助っ人で、いや、ね、本当にありがとう。俺なんか途中で空気吸いながら生の間にまた酸欠って言われた。酸欠状態で、やばい、やばいだろ、勝てへんわけよ、マシンガンが。本当に勝てない。楽しみ。でも本当にね、まさかね、うん、こんなあの世の中のガイとね、世の中のガイ社会不適合者。話終わらんから行きますか。行きましょう。もうやばいっすよ。よろしくお願いします。せーの、ビシキメイ。なんでこんなもういい。あぶ。あ、うちこれだ。はい。ビシキマ。っていうか、やばくないか。やばいっすね。トークと引き出しやばいだろ。マシンガンっすね、マシンガン。しかも、みちょぱではなかったな。だから、どこが。だからな。みちょぱの身も。来た。みちょぱです。面白い番組ができそうですね。最高、OK、はい、ラジオってさ、はい、あの RBC とかってなったら、はい、俺がやってる FM 小佐とか、はい、あれも言いぶさかってたわけよ。あー、まあ、フランクな感じで文句とかしか言ってないんだけど。ダメだよ。やっぱりこの沖縄全国放送、あー、もう、はい、言ってはいけない言葉とかあるから難しいわけよ。あー、コンプライアンスってやつですか。そう。でもこの師匠たちはこんなのをスラスラ、もうギリギリラインとか想像させて言葉にはしないとか。すごいプロだから。すごいっすね。ほら見て、始まる前さっきみちょぱとか言って、はい、慌てた人がほら見て、今こうほら僕今もう見てみよう。人が変わってますね。ほらよく見たら逆だよ。怖い。本当だ、逆だって。なんか格好つけてたけど逆やんばよ。フラーランがやる。やばい。ごめん、51歳ですもん。51歳なんすか。すごい。宮里中の不良のズボン文字じゃないかしら。かわいい、かわいい。ボンタンみたいな。ボンタン。このラジオね、はい、またあれだよ。ツイッターとかもあるから。あ、そうですか。そう。そこで質問とか、はい、悩み相談センターみたいなこともやってるから。あ、軽いのね。もう借金がすごくてヤクザがとかっていう話はダメだよ。ね、軽い悩みとかね、そういうのをツイッターとかで募集もしてるから。はい、歌いの推しシャープ、すごいですよ。もうツイッターのフォロワーが 4名、4名です。まだ野球もできない。またどチューンならんや。はいはい、っさい、 MG こと宮里しんちゃんでございます。はい、そしてしんちゃんこと津波真一です。はい、はい、始まりました第19回。はい、19回ですね。また寂しいですね。うん、やばかったな。
そうっすね、オープニングすげー楽しんだのに、ごめんね、本当にさ、お家一人しかいないから喋る人いないわけだからもう本当に楽しいのよ、ごめんね、おばさん、本当にもう久々になんかね、あの人と会ってるって感じそうっすよね、この瞬間のこの勢いよもう熱いね、うん、熱いでしょ、クーラー効いてないよ、これ、うん、これケータ頑張って一番下にして、あ、来週から屋根取っとられてるこれ、本編はちょっと YouTube 上流せないんで、はい、ラジコだったり、そうですね、うん、あれ聞いてください、皆さんね、実際もラジオで聞いてもらった方が一番いいですね、あ、そうですね、うん、日曜日の、5時からやってますんで、はい、ぜひ聞いてください、はい、お願いします。はい、ということで、はい、お疲れ様でした、ありがとうございました、あのね、初回とは思えなかったよ、私あーさぶ、もう楽しくてね、うん、ねえ、8割は泉さんが喋ってますね。そうですね。残りの2割は泉さんの笑い声ですんで。そうですね。ごめんなさい。喋る隙間なかった。ですよね。もうやばい。あんな MG さんが喋ってみました。もう圧倒されたよ。まあそれもまあ聞きどころというかね、ですんで、ぜひ日曜日5時から5時30分。PPP ラジオぜひね、放送できないラジオ聞いてください。いやいやいや、放送しないと。放送しないと、ね、言っときますよ。言っときます。お願いしますよ。独身です。ね、これね、番組でも言ってますから、募集。これ募集中、うん、これ募集中、この番組のコンセプトは泉さんを嫁がせるということですもう方向変わってきたからよ方向変わしかもまだあれだよ、新品だよ、独身だよ、ほんとよ、ノーバツだよ、ノーバツ、ほんとよ、あんた、どんなに戸籍はさ、きれいだからほんとだよ、一回汚さんといけない、そう、うん、もう人生消しゴムなってるから、カーッ歩いていくのに真っ白になっていくからね、もうぜひ汚させてください、お願いします、お願いします、もう本当に、でも楽しかった、本当に楽しかったです、はい、ありがとうございます、じゃあこれからもよろしくお願いします、今回はこちらこそ、今後ともお願いします、はいはい、ということで、はい、チャンネル登録、高評価もよろしくございました、それではまた次週までまたねー、イエーイもうユンタク聞きすぎて疲れたなじゃあちょっと夕番自分までには帰ろうね、はい、今日も一人よ、お疲れ様でした、はい、じゃあね、バイバイ、一緒にあのメンツと、メンツとだよ、はい、ラジオできるということはすごいですね、もう俺ポーポーだから今日からポーポーよ、ね、あ、じゃあ夢の第一歩って感じですね、そうそう、はい、もう遡れるならお笑いポーポーに入りたかったんだからわかるかお前、そんなに好きなんすか、人回りも変わりやがって誰から三振習ったんおじさんですね、だからいつもいつも元気な竈門さん。